昔ながらの古楽器的なノスタルジックな音色感覚、それとはまた違う新品の現行品の華やかできらびやかな音色、その中間に値するまさにブレンド感のある音色、ブレンド感の妙、響きの世界観を持った U1A だと思います。簡単に言ってしまえばいい音なんですけれども、それではこちらのピアノを紹介いたします。ヤマハアップライトピアノ U1A1983 年製のピアノです。 U1A は82年から87年までの5年間製造をされておりました。その中の83年製のピアノです。 U1A は何度も中古ピアノの王道というふうにお伝えをさせていただいておりました。過去を遡ると動画では2本 U1A を撮影させていただきました。動画を撮影してアップする前にお選びいただいたりですとか、非常に人気のモデルです。私が思う U1A のイメージとしては、昔ながらの古楽器的なノスタルジックな音色感覚、それとはまた違う新品の現行品の華やかできらびやかな音色、その中間に値するまさにブレンド感のある音色、ブレンド感の妙、そんな絶妙な音色バランス、簡単に言ってしまえばいい音なんですけれども、そのいい音の中に奥深くて味わい深い音が詰まった、この U1A の音の中に自分が入っていける感覚、そんなどこか懐かしさも感じ取れる一台だと思っております。そんな U1A の印象ですが、さあこのピアノは一体どんなピアノなのかお伝えしたいと思います。タッチ、音色、響き、それぞれご紹介いたします。まずはタッチです。非常に締まりのあるタッチだと思います。鍵盤の下のブッシングもしっかりと交換してございます。なので1センチのストロークのこの感覚、初動からアクションの質量感を伝わってそこにつく、この1センチのストロークの中にストレス感覚というのはございません。非常に新品に近いタッチと思ってください。スタッカートを弾いた時にも非常にブレの少なさを感じます。新品特有の心地よい抵抗感を、それをしっかりと指先に感じながらピアノを勉強していくことができると思います。非常に良いタッチ感だと思います。次に音色です。非常にソフトで柔らかい音色、音自体の線の太さ、それらが重なり合うことで音のまとまり、塊、そしてそれらが散ることなくボディからなってくれる華やかできらびやかな音色というわけではなくて、倍音がキラキラキラと放出していくのではなくて、その音自体の太さの中に倍音が漂ってくれる感覚、そうすることで自分も一緒に音の中に入っていける感覚、そんな音色の特徴だと思います。次に響きです。響きは131センチのボディのものと比べると、もしかしたらスケール感は劣るかもしれません。ただ U1A を弾いた時の
充実感というのは存分に味わうことができると思います。このピアノ自体ですでに完結されている感覚、この121センチの U1A、 その響きの中に自分が入り込んでいく、そしてそこで音の響きを味わう充実感というのは存分に楽しめると思います。響きの世界観を持った U1A だと思います。最後に外装をご確認ください。屋根は非常に綺麗に磨き上げることができました。上前板、鍵盤蓋に行って、鍵盤蓋にやや擦り跡がございます。低音部擦り跡ご確認できるでしょうか。錠前ですけれども、凸凹が確認できると思います。平らにするのがちょっと難しかったです。で、高音側の腕木の横の部分なんですけれども、やや打ち跡がございます。この辺りと、あとは奥に行ってこの辺り、ご来店の際はご確認ください。いかがでしょうか。ヤマハアップライトピアノ U1A 1983年製のピアノです。タッチ感はブッシングクロスをしっかりと交換いたしましたので、新品寄りの締まりのあるタッチ、音色は線の太い音色の中に倍音が漂ってくれる感覚、そして肉厚な音色だと思います。ノスタルジックでもなく、きらびやかな新品寄りの音色でもなく、非常にブレンド感のある音色、美しい音色だと思います。そして響きは非常に懐の深い、自分が響きの中に入り込んで自由自在に遊ぶことができる、そして音楽を楽しむことができる、面白い響きだと思います。いかがでしょうか。ヤマハアップライトピアノ U1A 1983年製のピアノです。皆様からのご連絡、ご来店お待ちしております。